国際サッカー連盟 FIFA 傘下の国際スポーツ研究センター CIS が欧州で活躍する選手たちの市場価値を算定し、イングランドプレミアリーグで旋風を巻き起こしている日本代表 MF 三笘薫25イコールブライトンがまさかの低評価となった。 CIS は定期的に移籍金相場を算出しており、最新状況を発表。カタール W 杯後からプレミアリーグで大活躍を続けており、アーセナルなどビッグクラブが3500万ポンド、約56億円でのオファーを検討している三笘は2500万ユーロ、約36億円と意外な評価が下された。アジア勢では韓国代表のエース FW ソン・コーミン、ソン・フンミン・トットナムが4000万ユーロ、約57億円でトップとなり、それに続いたのが同じ韓国代表の DF キンウェンやキム・ミンジェ・ナポリで3500万ユーロ、約50億円。キンはイタリア一部で首位を独走するナポリの快進撃の立役者として注目度が急上昇しており、最近1ヶ月だけで2500万ユーロも相場が上昇して伸び率としてはアジアナンバーワンとなった。キンに関しては、欧州移籍市場に精通するジャーナリストのチロベネラート氏が、移籍金は1億ユーロ、約143億円に達する可能性がある、とも指摘しており、三笘を超えるほどのインパクトを与えているようだ。三笘は思わぬ低評価となったが、さらなるゴール量産でその価値を上げたいところだ。